早い。結構ちょっと早めにやったんだけど、今早めに配信したんだけど、ちゃんと待機してくれてありがとう。こんにちは、こんにちは。ちょっと待って、コメント出すの忘れた。ありがとう皆さん、こんにちは、こんばんは。やった、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。みかん、みへんさんじゃないですよ、みかもさんですよ。8時17分、ただいま配信を始めました。どうでした、イベントショールームの。大変でした。あ、そっか、通知が来るのか、よかった。なんかどうでした、イベント。どんな感じでした、最終教えて。お初にお目にかかります、こんにちは、ありがとうございます。なんか全部が曲がってるんですよ、曲がってて、もしかしたら時空が曲がってるのかも。私じゃないと思う、曲がってるのは。時空が曲がってる気がする。なんだっけ、追い上げもすごかったんじゃない。あ、そうです、背景スライドにして、うち、はい、やってます。画用紙がないっていうね、画用紙がなくて。そうかにゃ、みかも時空、あ、タワーがやっぱすごかったな。プレゼン始まそうなんです。今にもプレゼンが始まりそうな背景でしょ。 ありがとう。そう、見てたよ。ちなみに琴音の配信を見てたからね。画用紙ないのに何ぐらいだから、皆さんいらっしゃいませ。クルネギックス初めてなのに、すごい、ありがとう。あ、そうなんです、 SNS ぜひフォローお願いします。あるんです、私ね、特別に作らせていただいたのでお願いします。あ、やったね。でも、そう、さっき自己紹介書こうと思ったんだけど、時間がギリギリすぎてやめました。そうなんです、琴音さん世話しないんですが。あ、星だ、ありがとう。優勝商品は、そうだよね、高級ホテルでスパ。そうなんです、だからこれはちょっと、おら頑張るぞ。おら頑張るぞ。ちなみにお先にご紹介させていただきます。本日のお紅茶です。てってれ、ちょっと待って、目やられた、煙が見えるかな。本日のお紅茶です、今日はこちらになります。前回は三角だったんですけど、今回はこちらで、この間ソファーが溶けたので。こちらにします。タケノコポッキーじゃないですよ。で、今日は穴が開かないようにこれにしたんですよ。これさ、煙が見えたら幻想的に素晴らしいのに、皆さんにちょっとだけ、ちか、ぶた、お紅茶。お紅です、お紅茶です。こいつをね、炊きながら、ちなみにおすすめします。やばいやばいやばい、漢字読みない。木蓮、木蓮なんでしょうか、お線香みたい。確かにね、これは煙が少ないタイプだって。あ、私が好きな白檀と原料を厳選し調合した大変上質なお香です。これちゃんと超綺麗なんですよ。普通のやつって箱にやってるんですけど、木蓮って読むんですね。ありがとうございます。これは京都でゲットいたしました、ゲットいたしましたっていうか、友達からもらいました。京都ね、お香のなんだっけ、三年坂、それこそ三年坂、こけたら早死にするよみたいなところあるやつよね。そう、木蓮でした、すいません。だから今日は何グラを考えます、皆さん。待ってね、何グラやるをやりながら、何グラやりながら MV 待機、 MV 待機しちゃうぞん。はい、はじめまして、さ、はじめまして、3度目の初見です。はじめましてじゃないね。そうですね、NMB48、14周年記念、14年前の自分に気合を入れるメッセージを手書きでお願いします。手書きか。これ、皆さん14年前、私いくつだと思いますか？多分、小学3年生とか、なんか、みんなね、まだ生まれてないみたいな、お母さんのお腹の中みたいな感じだったんだけど、私ちゃんと小学生。多分そうだよね、小学3年生くらいじゃないかな。どうしよう、ま、2年生か、小学2年生か。今23の年です、私。12歳、
中3、あ、若ぽん、あ、本当ですか。じゃあ若ぽんさん小学3年生って言ってるので小学3年生です私も。はい、考えないといけないんですけど、ナングラってまずまずナングラ私初めてなんですね。皆さん教えていただいていいですか。これは受けを狙うのが、ありがとうございます、受けを狙うのがいいのか、それとも大喜利的なことなのか、だ面白いことを言わなきゃいけないのか、これはどうだどうだどうだ。真面目でもこんばんは、真面目でもボケてもありがとう、初訪問さんありがとうございます。え、どうだどうだ、真面目になんかさ、大喜利なんだ、もう私は割と皆さんにお任せしたというか、ダメですか、私は考えろって感じですか。小学3年生でしょ、何やってたの。本当にそれこそ AKB さんの真似とかめちゃめちゃしてたと思うよ。あー、真面目にして受けになることもある。こんばんは、こんばんは、ありがとう、初めてありがとう、ハートありがとう。どうしよう、ほんまにどうしよう。てか全然さ、ナングラもやらなきゃなんだけどさ、どうする、ナングラ早めに終わらせて話していい、話す。え、だからその優勝の基準ってのは運営さんが決めるんですよね。どうしよう、何も思いついてないんです。ちなみにませた子供で、そう、京都市内で有名なお声多いですよね、話したよね。だからナングラをさささって決めちゃう、どうする、ナングラパパパって決めていいじゃん。え、これも自分で考えろって感じ、皆さん意外とねえねえ、韓国語ね、ありだね、今そんがってても将来は丸くない、ありだね。今ちょっとさ、メモっていい、どんどん、でもあれもらいたいやん、待ってね、今そんがってても分かってても丸くなるよ。あ、みんなで考えるのがなんだろう、そうやね。あ、はい、でもさ、なんか私が夢のことについて言ったらさ、真剣じゃない？あ、東京の子です、私ネバーキュアップとか、だから全韓国語もありだなって思ったけど伝わんないか、どうしようか、諦めないでって言いたい、やっぱ私の人間性的に諦めないでって言いたいのかな。あら、誕生日同じなんですね、じゃあぜひぜひ、10月27日にすぐ営業する、やめなさい、誰も読めないよそうだよね、あーごめん、いつの間にか始まってた、ごめん、そう、最悪、あ、最悪じゃなくて早く始めちゃった。あー、美咲さんは英語も日本語も両方書いてたんですね、そうなんだね、やっぱ多分私以上にね、アンチに叩かれるかもしれないけど気にするな、確かに、うわ、何やってたかな、それこそ私アメーバピグとかめちゃめちゃしてましたけどね、小学 2,3 年生の時って、その時代だよね、小学 2,3 年生でしょ、なあ、やってた気がする、太鼓の SNS、 あー、そうね、頑張る踊るくん、あー、そう、アメーバピグみんなやってたんや、だってさ、知ってる、これちょっとマウント取るね、アメーバピグで最初の方 AKB さんのあのやつあったの知ってる、みんな知ってるか、みんな知ってるか、ピグ作ってさ、 AKB のなんか AKB さんのあれがあったんだよね、教室みたいなさあってさ、めちゃめちゃ行ってた、あ、NMB のところ遊び来てください、ぜひ11月23日幕張来てください、聞けなくてつらかった、あたかも絶対、あ、ありがとうございます、初めて見ました、よかったよ、ありがとうございます、次回も周年ライブもぜひ楽しみにしててください、当然言ってました、やっぱ、え、私覚えてるもん、だって体育館のさあってさ、でなんか AKB4D のあったよね、懐かしい、で、あ、まだか、小学5、6年の時、そう、 AKB さんの衣装もあったんです、そうです、そうです、もう少し大きくなったら夢は逃げないって曲聞くといいよって確かに、
タイルの前だね。アメブビーグ本当懐かしいよね。ま、私もすごくやってました。たくさん自分の部屋めっちゃ何個も作ってたりとかさ。おねえ、韓国語合ってますよ。合ってるかな、合ってないけど合ってる。そう、歌も懐かしい。10期生密着、そう10期生あ課金してました、小学生だから、ごめんなさいママ。ミント、懐かしい、大好きでした。ちょうど本当にちょうど小学2、3年生くらいがちょうど良かったんじゃないこれ韓国語おもろ。いやどうでした。でさ、知ってる、覚えてるよ、なんかアメーバピグ内で付き合うとか付き合わないとかあったの知ってる。おもろくない、言い訳メイビー。そうですね、確かにピグに覚え、ソラダ部屋拡張してましたよ。10期生じっくりまとめ韓国語わかんないから訳して。韓国語さっきのことなんて言ったかな。14年前のことなんてどれだけ考えても思い出せませんって言ってます。ありがとう。グッピグ懐かしい、めっちゃ懐かしい。部屋拡張してたし、本当に可愛くしてた気がする。部屋はアメーバピグ本当にありがとうございます。ありがとうありがとう。どうしようね、アメーバピグの話しちゃった。何グラの話しようって。でもさ、その後にさ、ちょっと後にさ、 Google のさ、あの一時期48さんハマってましたよね、ググタス。あれもじゃなきゃググタスの空なんていう曲ないもんね。あ、14年前でもちょうど私は、あ、なんだっけ、なんだっけ、桃太郎伝説みたいなやつ、スター探したろうや、スター探したろう見てました。ググタス、そう755、あれ今17じゃなくて、そうそうそう、すいません755だよ、懐かしい。755ね、ググタス懐かしいよね。そうググタス懐かしいよ。あれその頃か、まだね、その後にあのパチンコのあれがあるんだよね、懐かしい。そうググタス、そうコメントね、そうコメントできるのもね懐かしい。で業務連絡みたいなやつもやってたりしてね桃太郎スター探したろ、スター姫探したろ、そう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 、懐かしい、いや懐かしい。ねえごめん、こんな話してごめんだけど、何ぐらいか、ありがとう。ウフフ隊はあのフータンのやつだよね。芸人大好きでした、本当に見てました。懐かしい、業務連絡あったよね、本当懐かしい。あのなんなら私親衛隊とか入ってましたからね。親衛隊って知ってます、親衛隊って知ってます、悪十回今はあんのかな。今日は何、今日は見てください、部屋が明るいので。カツンあったかも。あーそうそうそう、スター姫探したらやっぱりあの地上波って強いですね、芸人もね。そうで親衛隊ってさ言わなかった。私がちなみに所属してた場所は親衛隊だったんですよ。ちなみに前田敦子さんなんですけど、前田敦子さん親衛隊っていう親衛隊に入ってました。面白い、オタクだけでさ話し合ってさ、なんか握手会とかでなんかするんよね、そのね、懐かしい。そう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 、だからやっぱり地上波でやるっていうのはね、うん、芸人やりまや、画用紙ある見て、画用紙あります。あ、もう少し話せ、そうですね、ありがとう。そう追加合格さんにありがとう。スベルデビル何とね、何何何ニティだそれ、アニメティ、あ、じゃアメニティ、開会式懐かしいよね。だってえ、逆に皆さんはどこから知ってるんですか。え、私なんて握手会行ってた時ってあれですからね、あのアンダーのメンバーさんたちがこうやってアルコール消毒してくれるやつだったから、私ちょっと前に久しぶりに握手会に行ってびっくりしました。あ、その制度なくなったんだっていう、懐かしい。お、親衛隊ありましたね。で親衛隊でした、生体委員じゃなくて親衛隊でした。でもそれもググタスで募ってみたいな感じでしたよ。懐かしい、懐かしいな。でなんか握手会行ったら絶対にすごい
初日行ってたってことですか。なんか絶対に特攻服って分かります？昔多分48昔って言ったら握手会とか特攻服着てる人多かったんですけど、覚えてます？分かります？特攻服って分かります？後ろに名前と、私あれ欲しい、あれずっと欲しかったんだよね。いや持ってないですよ、欲しかったんですずっと。だから私ちょっといつか、あ本当？今でも着てる人いるんだ。え今もいるんだ。なんかさ、プッチョとコラボなんて話ちょっと待って、あ話か特攻服懐かしい。そうだね、握手会のあの一番後ろの席でめっちゃおたげやってるみたいな方いましたよね。特攻服本当に欲しいんですよ私。だから絶対に私今の年齢で自分で作ろうと思います。作ろうよ、みんなで一緒に作る？刺繍入れてさ、え超可愛くない？だってあれそうな、懐かしい。缶コーヒーとワンダですね。毎日ルーレットみたいなのあったの知ってますか？やってました。あとは、え特攻服お似合いそうはちょっとな、似合いそうはちょっとあれよな。プッチョはあの本当に2回くらい出てましたよね。1回目のやつと、だからピンクのプッチョと青のプッチョが出たはずなんですよ。私全部集めてましたからね。でなんかその応募したら当たるみたいなやつで、プッチョのケースみたいなのがね当たるやつだったんですけど、それ欲しくて欲しくて仕方なし。え刺繍だけで10万円くらいすんだ、懐かしい。ワンダね、懐かしいよね。ワンダの限定ライブみたいなのもあったの知ってます？毎朝飲んで、だから私は本当にプッチョ本当もあったりして、そうえそうそうだ、懐かしい。そうですね、そう思いは声に出して言えば言葉、本当にそうだと思います。言霊になって帰ってくるね。うわ飲みながら話してた、それな。えプッチョの負けだから私はそれ全コンプリートしましたよ。秋元さん持ってたっけな、秋元さんも出たの覚えてます？やすしさん覚えてたかも、ワンちゃん。えキャビアびっくりマンチョコ私知らない、なんで？ワンダのマグネット懐かしい、懐かしい、ほんま懐かしい、大好きでした本当に。ちょっとコンプ本当にだってやってましたからね、コンプだけはしてたな。でなんか私はコマアニメーション作ってました。そのプッチョで、プッチョを1ミリずつ動かして全部写真に撮って動画作ってみたいな、めっちゃやってました。おもろ。あー劇場で特攻服はいないよね、いたらわかるな、懐かしい。プッチョはもう昔全部持ってたから大好きでした。でちなみにあのねパチンコのやつもね、私はそ当時未成年だったかできないけど、あの CD を買うために私の親が通ってくれました、ありがた。でうわあーカップヌードルのマックアップ懐かしい、持ってますよ10個です。だから知ってます、プッチョはあれを箱で買ってしまえば大体何人か入ってるから、そのなんだろう、後ろにある箱を出してもらうんです。そのプッチョを1個ずつ買うんじゃなくて箱ごと買うんです。そしたら割とコンプをできた。でそうそうそう、あの私の親がねよくパチンコ行って、わざわざ CD と、あとなんかえパチンコ屋さん限定だったのかな、その CD がさ、そうだったんだっけ分かんないけど、なんかそこでしか得られないグッズが剣とかね、剣だっけ、そうあったりして、でしかもランダムだし、そういうのもすごいやってくださってました。懐かしい懐かしい、大好きですからね。いや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 、夢諦め02ラインなんですか、夢諦めきれなくて成人した時すぐうちにいた、夢って何の夢かと思った、びっくりした。大好き16新橋懐かしい、懐かしいですね。はいじゃあ皆さん何ぐらい考えますよはい考えますよ、すみません、何ぐらい考えます、どうしよう。やっぱでも全韓国語は滑る気がするんだよな、韓国語はやめよう。どうする、人生だって14年前の私10、23、え待って9歳8歳、小3って言ってたよね。もうまた解雇話はしましょう。あの子の私かありがとうございます。なんだから10何、いや私今23の代です。
9歳8歳。あ、読めない。8歳くらい、小学3年生くらいですよね、の自分に言って、何を言う、何でしたっけ、お題、お題誰か教えてください。何グラ決めます。あ、筋トレが無性に、そうですね、意味じゃないのよ。そうなんです。何グラのお題を教えてください。ありがとう。何グラのお題を教えてください。忘れました。お疲れ様です。2度目の訪問、初訪問ありがとう。気合の入る言葉を言うってこと、8歳の私に気合の入る言葉、あ、14年前の自分に気合を入れるメッセージ手書き、14年前の、自分に気合を入れるメッセージ、忘れたよねみんなね。これ固定とかできないの、難しいか。ハロウィンが誕生日です、ミスター。じゃあ諦めない夢は終わらない。おお、やっぱ熱い人になっちゃうのかな、熱い人とか。14年前の自分に気合入れるメッセージ、気合を入れさせばいい、やれやれ、気合を入れさせればいいんでしょ。いや大丈夫、定期的にコメントありがとう、覚えた覚えたよ。そう、やっぱ私ちょっと血が騒ぐから、あのボケたいっていうか、やっぱそっち系がいい。むずいか、それすべパワーやめてや。14年後誰かの希望になれるよ、あいいじゃない。でも8歳の時ってそんなに深く何も考えてなかった気がするんだよね。8歳でしょ、何々が騒ぐって多分血が騒ぐやんな。ああそういうこと、100人一斉ボケ、つらいつらい。何かな、どうしよう、なんかどうしようどうしようどうしよう、頭働いてないよ今。あ、はい、お邪魔してますか、ありがとうございます。三河さんは元気で活動頑張ってます。バブだから大地で、わかる、そんなシンシンさんにかぶったハピネス、アホかちょ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 、どうしたのいきなりハピネスなんて、どうしたの。合格という忘れ物はちゃんと受け取って、どういうこと、受け取ってね、諦めずに頑張れ、夢からから安心しな、あー確かに元気でな。じゃあ新しい韓国語で何か喋れますか、喋れますよもちろん。あれ、メンバーの夢叶えたいって書いてあるじゃない、じゃあ強制お願いします。すみませんすみません、12歳からオーディション受けなさい、10年遅いからとか、いやだったら思う存分遊んでてほしい、私はあのうん、どうせ辛いからね。あー、たこ焼き食べれるようにしとくな、いいじゃん、将来大阪行くからたこ焼き。オッケーオッケー、ノールックで書きました、遊びな遊びな、いいじゃない、言うて遊びな、たくさん遊んで、たくさん遊んで、マジですよそうなの、でも絶対にそう、絶対に遊んどきなって、何も気にせず、言うたらさ、あのアイドルになりたいと思ったら行動も全部気をつけるわけじゃない、だからそう行動を気をつけてしまうから、その分制限されることが、勝手に制限してたからさ、いっぱいさ、友達も制限してなかったわ。それは今から関西弁言っとく、まあ、関西弁教室通っといた方がいいよとかにする、あ、じゃなくて新規系なんだっけ、 NSC やっけ、入っときとか、新喜劇も要チェックやで、いいじゃん、お笑い番組今のうちに見といた方がいいよとか、うわ気合い、顔晴れ、 NSC こんばんはこんばんは、選択に間違いはなかったぜ、どういうことやねんどうしよう、思いつかないって、あたくさん遊ぶ気、アメーバまピーになっちゃうから、大阪の国籍日本やねん、
目標を持って頑張ってね。あ、確かにね。うわ、でもなんか本当に頑張らせたくない。今の私から言うんだったら、三鴨さんの意見は頑張らせたくないんですよ。翔さんにはあの思いっきり楽しんでてほしい。夢なんて考えないでほしいね。しんどいから普通にお笑い勉強しとこう。ありやな、今のうちから逆性磨いとこうと。気合の入る言葉でしょ。大喜利できるように、あ、こういう時に悩むから今のうちに大喜利たくさん見とき。まあ確かに、頑張らぬわいって言っとく。まあ確かにね、ありかも。何年前は、そうなんですか。画用紙買っといた方がいいよ。伝わらんて。な？な？アイスの当たり棒すぐ交換、なくすから。ありだね。決め手にかけてれば、そうね。その時代、変態の神様ですよ。懐かしい、懐かしい、懐かしい。でも、当時って私、日本語がよくわからなかったというか、子供の時ってさ、身内ネタよくないんだ。どういうこと？私何話したっけさっき私が言ってた案ってなんだ、あのいいなと思った案だったんだけど、何だったっけ。全部忘れちゃった。初訪問さん、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。あ、日本語がわからない、日本語がわからないかな。あ、その時のお笑い番組見ててさ、日本語っていうかお笑いのどこが面白いかっていうのはさ、やっぱ大人になるとわかるわけじゃん、お笑いって。からその時まだ理解してなかったはず、お笑いの面白さ。私絶対耐えれるもんって思ってた。だし私ならバラエティ番組とか見て、私ならこういう立ち回りするのになとかすごい思ってた気がする、小学生ながらに。生意気やめてありがとう、ヨーヨーみたいなやつ。アイドル面白い、そうアイドル面白いと思ってた、わかんのありがとう。ミカモか、ミカモクか、やっぱり来る。どういうことやねんスーパーのアナウンスみたいな。 NMB14NMB に行けるかもってことね。え、とりあえずツッコミをマスターしよう。まあ、ありやな。語彙力上げるために努力しときや。ありやな。さっきさ、いいと思う、いっぱいピンときたさ、うん、いっぱいピンときたじゃない。あの一番ピンときたやつがあるんだけど、それ忘れちゃった、なんだったのか。笑い的に、なんかなんだっけ、なんだっけ、あ、ここら辺にありそう、待ってね。神経違うな、分かんなくなっちゃった。どうしよう、大阪制制覇したいですね。クルネさんのことは気になってます。気になってください。たこ焼き食べれるように素敵な、またそれありやっていう時話をしたよね。ありがとう。どうしよう、じゃあさ、今出た案だからさ、考えとくからさ。ダメ、そんなことダメ。懐かしい保育園で、そう懐かしい姉さんキャラね。姉さんキャラってそんなにいなかったでしたっけ。もう本当にさや姉さんのイメージが強すぎてずっといるイメージ。こんばんは、いらっしゃいませ。初見さん、今決めなきゃダメ。逃げようとしたのバレた。くそー、どうする。23歳の年になります。22歳ですよ、22歳ですけど23の年になります。たこ焼きがいいかも。あ、見るねって呼ばれたんですか、見るるんさん。絶対来ます、だって今集中力欠けてるんだもん私。明日やろう、間違いない。14年前は基本的にオーディションってその年受けれないはずですね。今のうちからたこ焼きもごっとこういいね。これか、今のところこれになっちゃいますよ。あ、ありがとうございます、オンラインお話か、ありがとうございます。チョコ食べな、分かってるね。集中力切れた時は私はチョコを食べないと。 SNS フォローしてください。いきなりですが
きなりですが、でもさ、お話ししていい？ね、ナングラー、決めとくから話していい？普通に会話したい。14年前小学生、柿チョコ食べない、握手会ありがとう。でもさ、チャンスの神様、ちょ今日本当に11歳っぽい。それはちょっとダメ。きた、14年前から顔一緒。成長はしてるか。お疲れ様です。決められたね。お話していい？逃げちゃった。たこ焼き。だって一人でさ、ありがとう全部ほら。西山さんって観光できるの？系で取れんの？お笑い系で1位取れんの？何の話したっけ？チャンスの順番回って、ああそうですよね、韓国語そうですよね。チャンスの順番回ってくるから、回ってくるから遊んどきな、どきな。これ系にしました。あ、14周年未来の旅、あ、連携、あ、おやすみなさい。仕方ない、もう連携お疲れ様です。そうですよね、腐らず頑張り。だから、いや、14年前の私には頑張らせたくない。あ、その時結構真面目に投稿してない。でも生らしく受ける。生らしく難しいって。どちらもいいんだね。じゃあ、そう、11時59分前だから、今日までだから今必死に頑張る。じゃあお話します。もうなんぐら、待って、 MV 待機とか言ってあと10分なんだけど、どうする？私悩んでて、ここで皆さんと一緒にこっちの、私のね、こっちにある画面で MV を見て見るか、それともその前に切るか、どっちがいい？待機して切るか、ショールームやめれるか。え、いいのかな、流してよかったんだっけ映像って。ちょっとね、権利の問題がさ、わかんないからさね、こんな、そう、研究生の分際でちょっとやるのもあれじゃない？どうする？音は多分入れても平気な気するんだけど、 それもわかんないんだよね。から一回切って戻ってこようか、ミュージックビデオ見て。そうしようか。どっちを愛してる？何と何を比べてんねん。イヤホンしてれば大丈夫。どうする？一回ミュージックビデオ、そう、反応、じゃあみんな見てきて戻ってくる。いやいや、イヤホンで、イヤホンで見ろってこと？それもありよね。え、いい話を回してくれたじゃない。今日買ってきたんです、新しくイヤホン。なんかずっと使ってたやつが壊れちゃって、そのイヤホンも紹介してあげたいんだけど、見てほしい、一番新しいやつだから。 AirPods4 歌わないよ、有線じゃないよ。そう、マイク付きイヤホン。でも本当に練習するのに私はイヤホンマジで必須なので。でもなんかさ、 AirPods ってありがとう、星がねじゃないよ。有線もね、買ってこようと思ったの。カラオケ配信するためじゃないですよ、有線ある。でもそう、これちょうど私がワイヤレスイヤホン欲してた時にちょうど新作が出たんですね、この間。いや、 AirPods さ、昔持ってたんだけどさ、あれ1回のなくしたらさ、4万円くらいするやつをさ、また買うのって気が引けるじゃん。で、私高いお金払って同じもの買うのってほんまに気が引けたから、今回新しいのが出たということで、アップルオタク。プロじゃないです。あ、そう、プロを前持ってたんだけど、今回は AirPods 4って言って、アクティブノイズキャンセリング機能搭載っていうやつでね、買ってきました、さっき。そう、もう本当にイヤホンないのストレスでさ、私音楽大好きやから。でも耳にはまるかな、耳にはまるかな。このタイプいつも避けてきたんだよね、このタイプ。シリコンのやつの方が絶対に耳に、そうっていう話です。イヤホンね、あと7分だ、どうしよう。片方なくしたら終わり、本当にそう。
で今使ってるやつがさ、あの片方ねお亡くなりになっちゃってから新しいの買ってきました。やっぱ いつ行ってもあそこのストアはあのウキウキしちゃうね。どうする？買おうか持ってる。私がちょっとこれレポしてあげますね。音質どうだったとか。ノイキャン、でもノイキャンって危険だからあんま使いたくないんだよね。実況配信しますか？どうですか？実況するかしないか、正直見入っちゃう気はするんだけど、でもさ一人で見る方がちょっと心細いかなと思ったり、でも皆さんは端末1個しかないかなと思って、あのノイキャン危ないのは後ろから人が来てたりしたら気づかないじゃん。あの怖いなと思って。実況する？分かった。じゃあミュートで見ろってこと？ちょっと小さい音流していい？じゃあ小さい、あじゃなくて動画を後ろで流して、あこっちの後ろのやつ変わっちゃうのね。もう準備してあるんですよ。あ本当？えどうする？皆さんだって皆さんは別々に後で見たいでしょ。どうするよ。一応ほらもう準備はできてるんです。ちょっとどうする？危な、 PC4 台ある、それはちょっとすごいな。どうしよう、記念すべきやからね。流したら切れちゃうってこと？この配信が。そういうこと？ミュートで見ていい？でもそしたらその時間帯ちょっとさあれになっちゃうかもしんないんだけどさ、あと6分ちょっと時報でも流しとく。ほんまこういうのって流すのはバンされんだ。オッケー、じゃあ一回こっちのこいつは切りますね。プロジェクターはで私こっちの画面に見ちゃいます。音出さなきゃ OK。再起動、そう、それでもいい？あの再起動する方でもいいの？どうよ。そう再起動しようか。一緒に見たい？どうする？だって皆さんは手元に違う端末がっていう、私とリアルタイムで同じ感情を味わいたいやん。いける？いつからやってる？ごめん今な、いやでもちょっと30分過ぎてるしね。意見いろいろやね。じゃあ分かった分かった、画面切って私はこっちで見るわ。で音は出したらバンされんの？どうなの？どうなの？いいね、コメント欄で助け合ってるの素晴らしいよ。どうなの？音を流したらアウトなの？ NMB の曲だけど、やってみる。バンされたらバンされたでいっか。どう？音 OK っぽい。いける？新品イヤホンで行ってみる。音 NG なんや。ちょっとじゃあそれ信じて。え新品イヤホンだからつなげてもないんですよ。ちなみに一瞬であっち行ってくるから一瞬でヘッドホン取ってきていいじゃん。でも待って、ヘッドホンの位置がどこにあるか見るね。怖いものじゃ好き。直さない方がいいんでしょ。カラオケできるんだよ、カラオケ。だからその音を流しながらさ、私がもう声をどん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 ってやってたらいけるのかさ。でもヘッドホン今どこにあるか分かんないのよ。ちょっと目で探してるから待って。あんまりここ離…あった、一瞬5秒待って。あっやばいやばい、帰ってきました、見つかりました。だからヘッドホンしながら配信じゃない、ヘッドホンしながらやってほら見て、この戦戦ってきた今。おろ、いや MV に合わせて歌いませんよ。パキって聞こえた、やばい、壊れてません。違います、これはいつも私が作曲用に使うねヘッドホンなんですけど。じゃあ、あこっち切るよ。あと2分ですか？ありがとうございます。こっちなんぞ切ってっていうか、あっちにしてプイってやって、落ち武者やめて、ちょっとそろそろ準備しますね。じゃあ皆さん MV 準備して、みんなも
やばい、58分、やばいやばい、ちょっと待って、ちょっと待った、ちょっと待って、ですか、皆さん見ててな、みんなも見てよね、声聞こえないよ、ごめんな、怖い怖い、あ、YouTube のコメント欄皆さん私見るわ、どう？見てほしいかも、みんなコメントできたらコメントしてね、とりあえず高評価だけ押しとく先にね、画面つけた、あと1分、よし、まもなく始まるって、頑張ろう、ちょっと更新めっちゃ押しとこう、やばいやばいやばい、緊張しちゃう、大画面で見てやるから、あ、2分くらいスタンバイあるの、オッケーオッケー、あ、でコメント欄見たいんや、でもどうするどうする、緊張しちゃう、そう、え、待って待って、 YouTube 見てる、ちょっと待って、YouTube なんか公式アカウントあったらね、公式からさあれできるんだけどね、パニックっちゃパニックっちゃ、 YouTube MV 見ますよ、ちょっと待って、やばいやばいやばい、くるみちゃんって言ってる、何、ありがとう、コメント欄ちゃんと見てるからさ、くるみちゃんって言われてる、見ちゃった方がいい、とりあえず、あ、みんな集中してんな、みんな MV 見に行ったの、もしかして、くるねえ見てるよ、みんなコメントしてる、くるねえさんに来たいって、ありがとう、くるねえから来るかもから来ました、ありがとう、コメント欄本当ありがたい、あ、オッケーオッケー、じゃあ私の瞳めっちゃ映しておくわ、私の瞳から MV 見てくれるって、62、おーすごいじゃん、質感ね、オッケーオッケーオッケー、大丈夫かな、聞こえるかな、見てるよ、ありがとう、見てるよ、三河さん見てる、三平さんじゃないですよ、伝わんないからさ、コメント欄でさ、 YouTube のコメント欄でボケないでもらっていいね、来た来た、あ、びっくりした、2分あるやんドキドキ、あのくるみちゃん映ったらくるみちゃん可愛いよ、教えてくださいね、やばいかも、20、26、25、24、ちょっとラグあるかもしれないから今言っとく、21、20、あとでちょっと編集してここら辺に MV 見てる時の私とあるやってほしい、言ってることわかる、わかんないか、盛り上げて、コメント欄行こうぜ、おう、カモネート同説中、いいぞ、みんなあとショールーム、ショールームでくるみちゃん配信してるって言っといて、あげて、ラガール、59、58、57、56、55、いけ、オッケー、みんなコメント欄で今 NMB のファンみんな見てるからさ、ほら送っといて、くるみちゃんくるみちゃん、ショールームあとでみんな感想言ってる、感想言ってるみたいな、言って、くるみちゃん可愛い、一番可愛いって、いいぞ、いいコメント欄してるぞ、やばい緊張する、そう初ホーム、今のってカウントダウン、35、34、33、ラグある、あとでここでさ編集してね、配信中、そう、あのカモネのこといいぞ、コメント欄、いいコメント欄してるよ、書いといて、アカウント名とかも書いちゃっていいから、なかった、18、17、15分前、書いといて書いといて、みんな書いといて書いといて、いや、くるみって書け、先輩のメンバーに負けるな、10、9、8、7、6、みんな書いて、くるみちゃん書いて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 、くるねえのショールーム見に来てって言っといて、集中する、来た、いいね、やばい、やばいね、字幕つきゃね、え、字幕ついてんの、本当仕事できるじゃん、あ、英語しかないか、あ、でも英語あんのすごい、やばいね、ありがとうありがとう、出てるよほんまに、
よく撮影できたって。いいね、ありがとう、嬉しい嬉しい、みんなちょっと見てて、嬉しいね。いいね、ジャケット違う、ちょっと見てほしい、ほんまに緊張する。レイレイさん、やばー、命綱つけてます。いえいえ、すごいね、すごいとこいたんよ、高いとこ怖いよね、危ないよ。結婚してありがとう。みんな怖がってますから、これ合成じゃないですよ、合成に見えるでしょ、実際行きました。あ、ありがとう、くるみちゃん、くるみちゃん言って、かりんさんかわいい、わあ、全力でやってますわ。やばい、なんかみんなすごい言ってくれるじゃん、ほんまやで。イエーイイエーイ、結構頑張ってるやんって、なんや、そう、劇場前、ちょっとエンディング、私目に髪の毛もこんなになってたよ。やばー、どうでしたか、聞こえる、やば、いいね、ちょっとみんなとりあえずコメント打ってきて、 MV のコメントと、チャットじゃなくて多分もうコメント残した方がいいかもしれない、あのもうコメント残してくれた方がいいかも。くるみちゃん初選抜おめでとうと、大阪丸出しやんな、やばいよね、髪の毛やばい、最後怖かった、うわこれいいね、ありがとう。あの今もうチャットの方じゃなくて、頑張らぬあいの MV の下のところに普通のコメント欄、チャットはさ、あのね、おーよかった、クルネ持っといて、ありがとうみんな、本当にコメント神、あっちのコメントにもちゃんといっぱいしてきて、いいねした、いいね押すのと、でこれ早く100万再生いきたいな、全然私1000とか目指したいけどね、むずいか、これこれから次回からあれやろうか、そうコメント残してきたな、はい、皆さんお帰りなさい、お帰りなさい、でミュージックビデオ、あショールームって言ってきてあげてね、どうでした、いやいいね、急上昇行ってほしいね、エンディングさん、どうでしたどうでした、そう NMB48 らしい曲でしたよね、まだそっか発表してないもんね、言うてここで初めてじゃないですか、嘘か、曲は全曲フルで東京でやったわ、ロケーション良かったですよね、1位行こう、ほんま1位行こう、急上昇1位行こう、ほんまさ、あのミュージックビデオどうする、毎日あの再生してくださいみたいなやつやるか、私はよくやってたんですけど、その再生そうそう100倍よかった、よかった、撮影は全部大阪でやりました、ありがとう、コメント残してありがとう、ダンスありがとう、よかった、サビのダンスここで踊るか、
あのでもこれはまたね私の口から言うのもあれなんで、そのミュージックビデオについては多分いろいろ今度からこれからいろいろなところで触れていくと思うので、どうでした？ありがとう、発音もありがとう。そう、ジャケ写とミュージックビデオの印象が違うんですよ。真っピンクでしたでしょ、言うてね。そうでしょ、ピンク。高いところは本当に怖かったです。マジで怖かった。あれ本当に実際に登ってるんで、あの通天閣ね、通天閣。そうです、正式なミュージックビデオと初出演、やばいですよね。嬉しいな、これは何万回も再生してくれたらすごい嬉しいな。なんかやっとか、やっとですね、やっとミュージックビデオまで、あ、始めました。本当ですよ、よかった。撮影すごく暑かったし、それでめっちゃ日焼けしたんですよ。ちなみにバンジージャンプはしてませんよ、安全つけてた。あれもねちゃんとエピソードいっぱいあって、よかったな。なんか初めてのミュージックビデオ嬉しい。そう、芝生みたいなところは万博公園です。万博記念公園、いや通天閣のあそこは普段お金を払ったら入れます。私たちも、はい、私たちも入って、白いから大丈夫。ありがとう。朝方の撮影でした、本当に早朝、前泊で4時入りとかだったかな。大変だった。どうでした、面白かったと思ってくれたら。やっぱ楽曲としてもね、あの気になります、皆さんの反応が。私個人的にはピンクの衣装めちゃめちゃ好きなんですけど、オレンジを傘さしたところとは違うところです。あれ懐かしい、これもう懐かしいね。暑かったけど高くてヒヤヒヤと、もう大変でしたよ。ナンバっぽいよね、もう。そう東京のリハと重なってて、全部重なってて、確かにそれはそう。でも今回ね、この楽曲制作に私は力を入れたかったんですけど、それとN シップ公演も被ってれば、全部が被ってて結構大変でしたよ。いやそう、全員立って踊ってました。そう、あれはあの振りはこれからたくさん公演でやりたいと思うんですけど、やると思うんですけど、 MV ちょっとずれた。そう、あ、え、そうなの、え、でもそうなのかな。劇場前撮影ドローンも使ってたはずです。あ、アイドル衣装作れるのは素晴らしい。アイドル衣装は本当に作ってほしいかも。自動再生で選抜初披露ビデオ、本当琴音は大変そうでも、なんかこの曲はまだマシっていうか、まだできるっぽいっすよ、本人曰く。本人曰くね、丸かぶりね、丸かぶりしました。命綱行ってみてください、ここで撮影したんだっていう、入れるので通天閣のあそこ入ってみてください。結構あそこで振り踊るっていうのがすごく怖かったかも。サテン生地縫いにくい、そうだよね、サテン生地ってあれよね、なんかすごい糸がチーってやっちゃうやつね。 A メラのとこでくるみちゃんが待ってる、あれかな、どこだろう、なんだろう、あ、これは 2番のところ。劇場前は、劇場前がお昼くらいじゃなかったですか、結構意外とオタクさんファンの方々もいてびっくりしました。通天閣は本当に踊ってます。メイキングビデオとかあるのかな、わかんないな、合成じゃないです。あの楽しかった、今回本当嬉しかった、嬉しい。いや、楽しく着てみたい。スタイルは何でも嬉しいかな、何でも楽しい、何でも着たい、そのいろんな衣装を着たい、たくさん。そうだよね、欲を言うと、もっと各メンバーのアップショット、そうそれはでもなんか48グループって全部そうですよね。1位の方何秒とか決まってませんでしたっけ。あのいつか踊ったやつちゃんと載せようかなね。そう、高所恐怖症の方結構多くて、けどあれ事前にねチェックが入ってるんです、ちゃんと高所恐怖症ですかっていう。でも全員大丈夫ですって言って、命綱ついてる。そう、いっぱいみんな再生してください。よかったよかった、なんかちゃんと終えれて公開になった、公開になったよ。じゃあもういろんな写真もアップできるので、ピンクの写真可愛すぎていっぱい撮ってるんで、踊った動画載せてみますか。踊った本当に、振り付けも楽しかった、この楽曲はね、よかった。どうでした、皆さんのお師様も映ってました、ちゃんと。
あ、そうなんだ。白黒衣装の写真ね、白黒衣装本当に私たちでも数えるくらい、数えるくらいっていうか1回くらいしか着てないから、うん、ナングラはもう決めました。小島さん、かりんさん、たくさん写ってます。かりんさん通天閣あの一人ミスってるんですけど、楽しかった、本当嬉しい。こうやってちょっと踊ってきます。すごい意欲がすごい。本当？それは私のこと見てくださってるからね、たくさん写ってると思ってくださって。あ、通天閣の滑り台は行きましたよ。これプライベートで行きました。通天閣ダンスと呼んでください。あ、ちゃちゃちゃ、あのなんかね、よく見ればまたもう一周くらいしてくれればわかるんだけど、かりんさんの人一が振りしてるんだけど、でもなんかセンターやから何でも OK だって。初音さんありがとうございます。こんばんは、ありがとうございます。どうでした？ほんまによかった。そういっぱいあります。そう、もっとじっくり見てね、ゆっくり見てください。韓国のアイドルとか好きですよ、普通に好きです。 MV 見てきました、よかったね。結構リアルタイムでさ、チャットでああやって流れるじゃん。意外と見てる方いっぱいいてびっくりした。いつ100万回再生いつになるかな、どうする、もう頑張ろうよ。情報ル取り戻そう。いや京セラまで行きますからね。いや行きましょう行きましょう。こんな分かんない、なんかでも割と意外とずれてるやつとかも振りだったりするから分からないな。コトクルでかっこいいダンスナンバー、ちょっとそれ無理ですね、琴音がいるんで。あの人を成長させないと。頑張って再生しようよね。そう、そのなんだろう、再生イベントみたいなのあればいいけどね。私はこれから、しかもさ、ミュージックビデオって皆さん知ってます？ずっとずっと最初からやって、またリピートってやっても再生回数が1にならないんですよね。そうでしたよね。3回目です、いらっしゃいませ。どうですか？そうですよね。あのその永遠に同じやつやっててもダメで、なんか難しいんですよ意外と。誕生日同じです、あのだから結構難しい。再生リストとかね、作ればいいのかな。そう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 、だからさ、再生リスト作ったらいけたんだっけ。あのそのだから一回再生して、再生してその画面からまたあの矢印マークみたいなの押しても再生回数が1に反映されないみたいなやつで、だから結構難しいんですよ。リストでいける、再生リスト作ろうか。再生リスト作りますって後で配布しましょう。で皆さんこれであの100、目指せ100万回行きましょうぜ、行きましょうぜ。100万回行ったらなんかしようよね。これ私一人だけでやるやつなん。再生して外して、なんかちょっとやり方ちゃんと調べてあの拡散します。そう、 IP アドレス、そうそうそう、モメでも送るし X にも投稿させてください。100万再生早めに行きましょう。100万再生は行くのはいい。200万も行きたいし、200万行きたいし、200万行きたい、やろうよ。もうとにかく再生することが大事なんで。通天閣でのダンスは命綱つけて踊ってました。ミュージックビデオやってますね。もうなんか雑誌みたいなインタビューの仕方。いや心境嬉しい。3回目嬉しい。そう、それは本来公式さんがやる。そうなんです、本当にそうなんです。けどね、人に頼らず私がやります。あら嬉しいです。ユリーカさん、ありがとう。クミはソロコンサートありがとう。ナギーちゃんの再生活行きたいね。いや公式さんに私が言ってもあの権力がないから、多分かりんさんとか言ったら変わるんだけど、やっぱさ、そういうの思うのって私がさ最近入ったから思うことだってさ、
最近までやっぱいろんなものを見てたから思うことで、一番最初の写真694いいね。X でリピートしていて、そうなの。でも200万回なんて当たり前に越したい、200万回は越したい。でだからさ、本当は広告はね、あの広告がさ出てくとさ、結構あれって再生回数につながるのよ。あのインスタグラムでもね、広告が出てるだけでショート動画が1000万回以上いくねんな、はあ、広告って高いよね。でもね、やろうとしてるだけ私がやろうとしてるのおもろいよね。一人そうなの、本当は1000万回全然越したい。でもそれでも今回素晴らしいなと思ったのは、英語の字幕がついてたこと。でも言ったんですよね、一回私はあの字幕をつけたいですって。 YouTube とかにあの世界へって歌ってる割には、字幕ついてないのは、字幕がついてないのはやっぱり見にくいかなって思いますっていうことは話しましたけど、まあ私なんで、あのだから私が力になれることだったら力になりますって言ったんですけど、でもそうやって考えると、仕事そうやって考えると、そういう字幕をつけるのは私の仕事ではないみたいなことになって、そうなんで、韓国語で吹き替えありやな、吹き替えってか韓国語バージョン勝手に作っちゃうんでしょ、ありだね。言いました。でもそう、それを言われ、なんか気づいた理由があってね、なんかそう、私がやっぱりさ、ずっと韓国にいたから韓国人のお友達が多いわけですよ。で応援してくれる子も本当にね多くて、でなんかくるみがデビューするって言うからみたいな、動画見たいんだけど、あの全部日本語で字幕もなくて何言ってるか分からなくて、でもくるみは楽しそうでよかったみたいなことを言ってくれて、あのな、それで、あ、字幕ないんだと思って、そうから字幕いいなと思って、10期生の研究生、研究10期研究生の3年長で、そうです、審議にリリースされた、そうなんですよね、ありがとう本気の人私か分かんないけど、ありがとう、ええ感動ある、海外の観光で字幕があるから、それまあそれはそう、だって字幕があるだけでさ、やっぱり見れる範囲はね広がるじゃん。それは何度も言おう、そうか、何度も言ってくか、そういう機会あんまりないんですけどね、言いたい。だから私が何か実績を、そうなんです、レイさんと同学年です。あ、マジ、なんか AKB さんの方のミュージックビデオには韓国語字幕があるらしいですよ。そうなんですか、字幕あれば目に留まるし、そう本当にそう、でも関係あるの、私はね、そう意見は関係ないと思ってるんだけど、やっぱ聞く側、意見を聞く側ってのは気にするし、そうなんですよ、だから私が頑張ろうと思って、私が頑張って精進するしかない上に上に行くしかない、そうしたら意見聞いてくれる日が来るかなっていう、意見聞いてくれるって。でもやっぱそれってその分その人の仕事を増やすってことだからって思ったり、そうなの。でも世界へって言ってるんだったら、それはなあ、字幕の観光は言ってるんですよ。けど万博、そうね、どう、そうやね、ほんまにそう、そうなの。世界にやっぱ、でも字幕って、だって今はさ、そうやね、そうなんや、おー、みんな不安があるね、ちゃんと私が入るしか、お願いします。でもそう大変だよね、書いて出してみる、手紙を、手紙的なことでしょ、ありだよね。でもこうやって今こうやって言ってるだけでも、言ってるだけでもさ、すごくやっぱいいと思うから、ちゃんとね、計画してくる、ちょっとどう、みんな正直どうなのよ。そう、シオンさんで実際韓国人の、そうなんです、実はですね、 NMB48 結構名前あの向こうで知ってる方多いです。私も前本当に韓国帰る前にすごいダンサーの友達に
48のオタクがいて、でなんか私はあのナンバーが好きなんだって言って曲も全部知ってましたからね。びっくりした。企画書、企画書かりんさんに持ち込み企画言って、だからもうすごい企画書作ればいいんでしょ。もう全部こうやってさ、プレゼンテーションみたいなやつね、ありかも。本当ファン側からもイケメールしてたら。そうなんだ。でもやっぱ皆さんが思うことも言ってほしいしね。そうやってやっぱファンの皆さんがいることで私たちが成り立ってますから。シオンさんで知名度上がったっていうよりは普通に NM、 それもありますけど NMB がもうどこから有名かも。そうプロデュース48きっかけで割と広まってます。だから私は切り抜きとか意外と日本の番組でも切り抜きで韓国語字幕がついてたら見る人多いんですよ。でそういうのを YouTube もありだけど、やっぱりショート動画とかリール動画に流すってことはすごく大事だと思ってるんです。ショート動画とリール動画ってのはやっぱ見るからね。言うべき、意外とそう韓国人気ありますからね。劇場アンケートでも反映されるんや。 TikTok さ、そう TikTok やってないんですけど、クロミちゃんがいる、かわいい、ありがとう。やっぱ世界へって言ってるし、私も世界でって言ってる、世界へって言ってるからここ来ましたってのもあるから、やっぱそれはグローバル代表としていきたいかもなあ。そうなの、しれって帰るから、しれって。あ、いや韓国に関してはどういうこと、韓国から見たってこと。ニュアンスや無限提言大事。そうでもこういうのって口に出すことが大事ですから、皆さんも思って思うだけじゃなくてちゃんと言ってくれた方が嬉しいかも。どういうこと、韓国人しか見ないや、どういうこと。そうだよね、どう頑張ればいいか悩んでると思う。そうだと思う。でも私は一人で考えたでもこういうのはラチが開かないので、皆さんに話す、皆さんと話して力を合わせて成長していこうです。 M ステ出演したい、うん、出たい。おう、そう研究生密着って結構ああいう番組ってその本当に好かれるから、それこそ英語字幕とかもあったら絶対いいし、なんなら私はアジア全部網羅してもいいと思ってるんですね。だって JKT さんとかいらっしゃるのに、ジャカルタさんとかいらっしゃるのに、そっちの字幕ないの確かにおかしくないですか。視点があるのにさ、ね。あ、本当 MV 配信する時期前、そうなんだ。あー、そうなんだね。確かに X で翻訳した歌詞統合してみる。だからそう私が翻訳、韓国語翻訳、英語は美咲さんが翻訳、そういうのもありなんだけど、それを考えてったらやっぱり翻訳っていうのはね、それも一個のお仕事であるから、そう海外の、そう視点がたくさんのに、そう、おかしいよねって。視点があるのにそこの字幕がないっていうのは、逆によく字幕なしで今までって海外に知られたなと思ってはいますけど、逆にその経験があるからこそ今でもいけると思われてるのかな。そう、インドネシアファンって結構大きいんですよ。インドネシアって結構世界的に撮っちゃったら結構大きいんですよ。もう、あ、そうか、ルーム始まってメンバー情報クローズド、確かにそれもあるのか。その嫌いにならないですよ、そんな、なんかそんな某卒業発表みたいな、ちょっとね、だからこういう会議もみんなでしたいかも。 SNS ね、だからでも SNS、 そうやな、わかる、ジャカルタ、うん、わかります。なんか本当にそう大変だね、意見。でも英語をついてたのはちょっとまあだし、いいですね。でもやっぱそうね、
良かったですね。ミュージックビデオ楽しかった、面白かった。どうでした？ミュージックビデオ良かったです。ちょっとコメント欄見たいかも。そうで、次に来る国ってインドネシアって言われてましたよね。確かインドネシアでしたよね。からあ、本当良かった良かった。そう、海外の方で言うと再生数すごい。それはそう、本当にそう。そう、インスタの投稿、そうね、だからインスタだけでも発信。なんならインドネシアを学ぶか。インドネシア字幕とかあって、インドネシアでバズっちゃえばほんまにバズ大きくなれる。あ、インスタやばい、今日更新しようと思ってるのに今何時ですか？9時半だ。やばい、もう1時間以上やってるやん。だからこんなこともありました。で、ナングラはもう考えます。はい、すみません、今日はそろそろ終わりますよそろそろ終わっちゃっていいかな。ありがとうございます。名倉帰ってきます。写真も撮らなきゃいけないし。万博公園です。ありがとう。そうね、ありがとう。運営についてもどんどん考えていきたい。あー、 JKT さん総選挙やってるんや。あ、よかった。コレスでもカモネ見つけた、ありがとうございます。政府にも意見出せる、おもろ。だからその意見を伝えるためにもね、私も語彙力をアップさせていきたい。自分のね、思ってることを言葉に表せるように。モバメはどんな感じですか？送ります。ありがとう。読み応えあります。ぜひ、ありがとう、見えてくれて。ある程度英語も、そうだよね、みかも頑張ります。皆さん頑張らぬ愛、たくさん応援してください。そしてたくさんミュージックビデオ再生してください。たくさんコメントしてください。うんうん、同い年のメンバーさん結構多いです。嘘、今日カフェ行ってきたら受ける。早っ。そんな情報載せてないけどね。たまに写真送って、すいません、写真もっと送ります。あー、ショールームやってるけど盛り上がり度は桁違い。やっぱあっちの方がすごいってこと？ X に拡散してきた。ありがとう、ありがとう、そうやって言ってくれて。やっぱね、数字を考えていこう。数字は目に見えますから。企画紹介で提案したことを形に残す、ありですね。その時間が、いや、時間作るしかないか。 TikTok アカウント持ってないから見れないんですよ。なんかできたい。やってるんだ、みんなやってるんだ。うわー、見れるかな。あ、そうね、いや、もうこれは本当にこのミュージックビデオが、あー、 JKT のショールームコメントに追いつけられないくらいの盛り上がり。そうなんだ。え、それはさ、すごいな、できるんだ、できるんかな。 JKT さんもね、攻めていきたい。いや、それは思う。でも TikTok 元からあんま見ないんだよな。アカウント見るか。そう、最近ね、ながらがすごいよね。からここでもうちょっとミュージックビデオ後で再生リスト作る。とりあえず再生回数100万回いきましょう。やります。私がやります。もしかしてやるかもしれないけど。ダンス練習動画欲しい。そうね。あ、マックバンクルームアカウントなくても TikTok。 そうなんだ。フレアさん知ってますよ。フレアさん本当はフォローしたいんですけどね。フレアさん好きなので。いや、とりあえずまずは100じゃない。本当は1000とか行きたいけど、100行って150行って200にするか。これ合い越したい。100じゃない。でもあ、いいじゃん、100万回再生で。いや、でも100行きそうだから。そうしたら200、コメントが150、コメントもうちょっと書きましょうか。500万回、そうやな、500万回いきたいかもな。やっぱってことはもうちょっとグローバルに知られないといけない。難しい。もうちょっとまたこれ考えましょうね。私なりにも考えます。
皆さんも考えてみましょう。で、必死にグローバル大臣、ありがとう、グローバル化進めていきましょう、頑張って。で、外国語で、あ、びっくりした。そうだね、 CD 売る方が、だからで、ミュージックビデオだったらね、その見れるからね、また打ち合わせしましょう。そうですね、ほんとにそう、金子さんと一緒に、私は剣持さんと配信したいですよなんなら出遅れた、はい、グローバル化お願いしたい。いや、そうね、やりたいね。やっぱ名前を知らせたいってのが一番大きいですから。目標設定して交換条件で、だその目標設定する、私がそこの影響力に携わらなきゃいけない。あ、チラシ配り本当はしたいんですよ、私も。めっちゃしたい。あ、え、結局美咲さんがやってたんですか。でも私、え、それはどうなの、それはどうなの、ほんまにそれはどうなの、なあ、それはどうなのって感じじゃない。そうそうそう、ああ、 L シップ公演お帰りなさい、楽しそう。全然やる分にはいいんだけど、私がやってもいいんだけど、あの、私はさ、一時期ね、通訳者とかもさ、その視野に入れてた人だから、通訳の方って本当にあのお給料は結構厳しいんですよね、言ったらあれですけど。から私は仕事を回したいかも。だってなあ、そうなのよ、そう、努力の方向性、そうそうそう、変わっちゃう、そうなのよ、変わっても変わる、どういうこと。そう、でも私がさ、本来やるべきというかっていうのって、いや、どういうか、どういう、どう、どう、とりあえず私が思ってるのは、いらっしゃいませ、私が思ってるのは、再生企画ね。先輩も偉大すぎるって、そこの先輩が。やっぱそうだよね、ダンス動画か、ダンス動画か、そうね、やるか。私が NMB の名前を知らせるために。でもそうだよね、でもやっぱ私が、そうだね、そうなのよ、それって結構ね、再生数あんまり感じない。私結構再生数どんぐらいいってるんだろうって。うーん、ね、確かに、そらそうか、外注しないかも、そらそうだ。でもとりあえず今できることをやるか、再生回数を歌ってみた動画ね、確かに。焦燥圏は NMB48 あるんじゃないですかね。そう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 、フォーチュンクッキー、フォーチュンクッキー。でもなんか思うのは、そうね、あ、見えてない、やばいやばい、そうですね、再生回数、確かに、いや、動画を作れないっすよ。どう？どうですか？やっぱ。全部やってみればいい。とりあえず再生回数伸ばします。あの、私が毎日めっちゃ再生するっていう、個人的にめっちゃ再生します。みんなで頼るってね。英語の字幕ありました。そうね、できることから。
くさん再生しましょう。確かにやっぱあれやね、みんながみんな目指してる場所が違う気がするわ。うん、とりあえず再生回数目指します。じゃあそろそろ終わっちゃいますよ。今めっちゃ来てくれたのに申し訳ない。めっちゃ再生しましょう。9時半39。そうだね、私もそう思う。めっちゃでも本当に気楽に考えてるだけなんで大丈夫です。ありがとう、頑張りましょう。ありがとうございます。壇上呼ばせてください。壇上呼びますよ。ちょっといいですか、呼びます。13位、電気ビリビリさん。12位、コトコト煮込んだゴリラさん。なんていう名前だ。11位、やばい、高山さん。すいません、名前ぐらい秀樹かな。10位、ゆうくんさん。9位、かとさん。8位、ほのか。7位、まさぴさん。6位、りょうへいさん。5位、とみおさん。4位、じょうさん。3位、ころわんさん。2位、ほにーさん。1位、くるみちゃん。ありがとう。たくさんありがとうございました。なんか、少しだけやるって言ってね、少しだけやるって言って、あ、こんなにやっちゃった感じ。そしてナングラ、すみません、多分たこ焼きになりそうな気はするけど考えます。ありがとうございました。またやりますね。うん、また見に来てください。豆も今から送ろうかな。ありがとうございました。じゃあねー、バイバーイ。あ、間違えた、フォローして、忘れた。